のびのびクリニック。お次の方どうぞ。はい、のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたの明かりエッチな悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。よろしくお願いします。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介しましょう。久米村直子先生です。こんにちは、よろしくお願いします。よろピク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 、はい、そしてナースの桂ぽんぽこちゃんです。はい、私も乳首がピクピク、桂ぽんぽこです。ナースをしながら落語家をしているぽんぽこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さ、それでは、こちらの患者さんでございますね。今日のお悩みです。神戸市西区の千秋さんのお悩みです。はじめまして。最近付き合い始めた彼と今度初めてお泊まり旅行に行くことになりました。すごく楽しみですが、一つ悩みが。彼氏には経験豊富そうと言われて、ついそうだよと言ってしまいました。私はなぜかすごく遊んでいるように見えるらしく、そういう経験もたくさんしているように見えるそうです。でも実際はエッチもしたこともないし、ネットの情報しか知りません。彼は私がすごく慣れていると思っていると思うのですが、全然そんなことはなく、ああ、どうしたらいいでしょうか。経験豊富そうに見えるんですよね。まあ、直子先生もそんな感じですけど。そんな感じでした。そうですね。まあでも、私はこの千秋さんみたいに全く何もないわけではないので。そりゃそうですよね。まだ綺麗だから。まだなんとかごまかせると思うんですけど。千秋さんは全くの初めてというところが。ねえ。全く初めてっていうのは、これはどうですか、ぽんぽこちゃん。え、でもすごい素敵だと思うんですけど、実は私も千秋さんみたいに過去嘘ついたことがあって、私、はい。初めてじゃないのよ、みたいなところですか？そうです、そうです。私、その、実はその、バツイキの時に、お付き合いしてた彼が童貞の彼だったんですよ。で、その彼が、なんかいろんな週刊誌とか読むにあたって、人妻ってすごいらしいから、すごい期待してるって言われて、で、私も任せて言ったんですけど、言うほど、あんまりしてなかったんですよ。前の旦那とセックスレスで別れてるので、ほとんど私もその、業法がネットとか週刊誌しかなかったから、それでやったら、やっぱり間違ってて、お互いすごい気まずく終わったことがあったので、嘘つかない方がいいと思います。絶対バレます、嘘は。絶対バレますよね。バレます、嘘はバレます。だから、もう言ってしまった方がいいということですね。はい。私できもしないのに起業医しようと思って、上に乗って、行儀じゃなく左右に動いてしまったことがあって、それでバレたんです。わかんすこれでもどのタイミングで言えばいいんですか？いやでも、経験。前？いやもうベッド入ってからです。入ってから？ベッド入ってからです。ベッド入ってからの方がいいんですね。そうです。ベッド入ってから、これ何ですかね、今まで実はエッチしてたのが嘘だって言ったら、なんか男性ってすごいデリケートなところがあるので、一個嘘をつかれると、あれ今までのも全部嘘だったんじゃないかなとか、遡って考える男っているんですよ。それがすごくめんどくさいので、一応、なんか真っ白になったふりして、あ、なんか好きすぎて今までのこと忘れちゃったから、やり方忘れちゃったみたいな感じで言って。上手に言いますね。そう言われたら男の人も喜ぶんじゃないですか。そうです。記憶の上書きで分かんなくなったっていうだけでしたら。それぐらい空いてるってことですね。そうです。とか、なんかそれぐらい好きすぎて。で、なんかすごいイケメンの人が思ったよりすごい早く行っちゃって、気持ち良すぎたからって言われたら、すごい嬉しいじゃないですか。彼も喜ぶと思うんですけどね。そうですよね。オフじゃなくても、はい。ネットの情報とか、こういうのは知ってるわけですね。大体間違ってますからね、ネットの情報って。間違ってそう。間違ってます？なんかすごい過剰なのが多いような気がします。このエッチしたことない人って、はい、ネットの情報って、
それで勉強してから、その、望むわけですか？いや、危ないと思いますね。いや、見てるネットの内容にもよるんですけど。どんな内容なんですか？こんな時はこうした方がいいよとか、声はこうやって上げる方がいいよとかって言うんですか？いや、なんか、例えばなんですけど、私がその、見たやつは、こう舐める時に、音を立てた方が男の人喜ぶとか。ああ。そうなんですね。はい。じゃあ、そうしよう。今ちょっと、下舐めずりしましたよね。今ちょっとペロって舌が出てきたんです。でも音がない。かわいい。舐めるときは音がペロ、ペロペロじゃなくて、音がした方がいいってことですね。いや、なんかそっちの方が男の人興奮するって書いてあったんですけど、はい、実際は全然関係ないですけどね。関係ないというか。関係ないんですか？いや、なんかもう、遊ぶ相手というか、一回やる分にはそういう人の方が興奮するでしょうけど、長くやる分には、あれ大丈夫かこいつっていうか。ああ。私が見たやつもそんなんでした。あ、そんな。上目遣いで、チパチパ立てた。そう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 です、そうです。目線を外さないとか。直子先生、最近そういうのをネットで見てるんですか？いや、勉強しないともう全くわかんないので。そうですね。はい。しばらくしてないですね。そうです。そうですか。千秋さん。はい。そういうことなんですよ。わかりましたか？嘘つかない方が、はい。もう一つ言っていいですか？はい。神戸市の垂水区のみゆさんからいただきました、はい。こんにちは。実は先日、友達の彼氏と酔った勢いでエッチしちゃいました。その彼氏には、なかったことにしよう。忘れて、と言われて。こいつ最低だなと思いました。友達に謝って許してもらいたいのですが許してもらえたのですがどうやって謝ればいいですか？あ、許してほしいということですね、うん、友達に、うん、許してもらったら彼氏とは別れた方がいいよって言うつもりです。失笑ですよね。すごいね。失笑。すごい。みゆちゃん。みゆさんすごい。かわいいですよ。どうしたらいいですか、みゆちゃん。酔った勢いでエッチっていうのは、なこ先生ありそうですね。え、まだないんです。まだないんです。まだ、これから。これから。かなり今溜めてますね。はい。なかったことにして忘れようっていう。この男の人って私最低だと思うんですけど。あら、あ、そうですか。そうですか。そうですか。急に深刻になる。私、逆に私言いそうです。え？言いそう？うん。なかったことにしてって。わかる、私もそうです。ひどい女ですね。二人は。あれ、のんこさん違うんですか？私は確実に覚えてます。覚えてないものはなりません。へえ、優しいんだか。大好きなのか、わからない。わかんないけども。みゆさん、どういうアドバイスあげますか、この人。いや、みゆさんの気持ちもわかります。多分、みゆさんは、その友達の彼氏に対して恋にも近いような気持ちがあったから多分一晩過ごしたと思うんですよ、はい、にもかかわらずこうやって自分を否定されたことによって可愛さ余って憎さ100倍で、うん、彼に対しての怒りと友達に対しての友情で別れた方がいいって言いたいって気持ちはわかるんですけど、うん、これはもうみゆさん間違った正義感です。間違った正義感です。間違ってる。そうです。それはみゆさんが彼とやってなかったら彼女に言うべきですけど、うん、やった時点でみゆさんも彼と同罪なんで、もうこれはもう忘れてください。みゆさんがわざわざ言わなくっても、そのうち分かりますから。ああ、なるほど。こんな男だったら。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしい勉強になります。はい、みゆさん勉強になったと思います。私たちも勉強になりました。勉強になりました。さあ、それではですね、ここで、ポンポコちゃんからお知らせがあります。すいません。連日すいません。実は今夜なんですけれども、はい、10月9日、どうなるパンティ新メンバー探しの旅ということで、神戸の気楽館で、会をやらせていただきます。私たち正義の味方、正の技の
味方のパンティーというユニットを組んでたんですけど、その、ブラックさん、ブラボーくんが廃業してしまったので、新メンバーとして桂あやめ師匠に入っていただこうという。で、一応その公開オーディションという形で今夜やらせていただきます。夜の7時から前売り券2500円、当日3000円ですけれども、伸びくり聞いてくださった方は、受付で伸びくり聞いたと言っていただいたら前売り2500円でお入りいただけますので、ぜひお待ちしております。はい。はい。すごいです。神戸の新海地キラー館ですね。はい。はい。今日でございます。はい。ポンポコちゃん頑張ってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということで、今日のお悩みをお紹介したお二人、千秋さんと美優さんには、信子から素敵なグッズをプレゼントします。来週もあなたの明かり、エッチなお悩みをお寄せください。